ビジネスを通して世界をより良く変えられると信じている私たちベン&ジェリーズ、その仲間を増やすために2015年春、ベン&ジェリーズは新社会人に向けたキャンペーンを実施しました。その名も新社会人よ、一杯おごらせて。これから社会で活躍する新社会人の皆さんは、社会とビジネスの関係をより良く変えるポテンシャルを持っています。そのことを新社会人に伝えたくて、ベン&ジェリーズはアイスクリームを一杯おごることにしたのです。一杯おごる場所といえばやはり提灯屋。初々しい新社会人が街にあふれる4月、赤提灯ならぬ青提灯を目印に、桜木町、有楽町というビジネスエリアでアイスクリーム屋台を限定オープンしました。このイベントでは新社会人にアイスクリームを一杯おごりながら、ベン&ジェリーズから新社会人への6つの期待を伝えました。社会にいい影響を与える働きをしてほしいこと、そして社会にいい影響を与えるお金の使い方をしてほしいこと、さらにはこれからの社会人生活を楽しんでほしいことなどが、ベン&ジェリーズらしく語られたこの6つの期待。職場に持って帰れる卓上カレンダーとして手渡されたほか、食べ終わったカップをどれか一つ気になるメッセージに投票できるゴミ箱投票イベントも実施。またイベントに来れなかった新社会人には、気になるメッセージを選んで Twitter から公式リツイートしてもらいました。2015年、新社会人が最も気になったメッセージは、どうかその仕事が夢中になれる仕事でありますようにでした。精一杯元気に頑張ります。全力全身で進んでいきたいと思います。頑張ります。このキャンペーンを通して、私たちベン&ジェリーズのメッセージを多くの新社会人の皆さんに届けることができました。新社会人よ、一杯おごらせてイベントにご参加いただいた皆さん、ありがとうございました。これからの日々、共にビジネスで世界を良くしていきましょう。